サムコーダーズドカムはソニーが開発した放送業務用ディスクビデオシステム。2003年10月に SD システムの発売が開始され、2006年4月には HD システムが発表された。記録メディアはプロフェッショナルディスクという名称でカートリッジに入っており1層23、3GB、2層 50GB の容量を持ち、 ブルーレイディスクと同じ波長405ナノメートルの青紫色レーザーを利用する直径12センチメートルの光ディスクである。記録フォーマットには MPEG-2 と DBCOM フォーマットが利用されており BDMV との互換性はない。従来の磁気テープを使った VTR システムと比較してノンリニア編集が容易なことが特徴でカムコーダも 揺れや衝撃への耐性も実用上問題ない範囲に抑えられている。ズドカム EX はこれまでのプロフェッショナルディスクから半導体メモリーカードによる記録方式を採用したシステム。メモリーカードは SS と呼ばれエクスプレスカード規格に準拠したもので転送速度は最大で8 0 0ガ b p s になる。またメモリースティックや SD カードで専用アダプターを使って記録することも可能である。コーデックは HD が MPEGHD で SD は d i v ムを採用している。2次、資料1次資料。ありがとうございます。